トリークルタルトはイギリスの伝統的なデザートである。ペーストリーの一種でトリークルと呼ばれる糖蜜シロップを用いる。非常に濃厚な菓子で激寒タルトだと言われる。日本語では糖蜜タルトと呼ばれることもある。ショートクラスト生地に軽めのトリークル、つまり糖蜜の一種であるゴールデンシロップでできた濃いフィリング、パン粉、レモン汁、またはゼストを加えて作る。 現代のレシピでは、パン粉の代わりにアーモンドパウダーを使うこともある。熱い状態でも冷やした状態でも食べることができ、クロテッドクリームやアイスクリーム、カスタード、ホイップクリームなどのクリームを添えて食べる。フィリングに卵やクリームを使うレシピもある。知られている中で最も古い、このデザートのレシピは、イングランドの著者、メアリー・ジューリーが19世紀末に料理本に記したものである。 トリークルブレッドはアイルランドでよく食べられている自家製パンでソーダブレッドに似ているがトリークルを使う。コックニーライミングスラングでトリークルタルトは恋人を意味する。1968年のイギリスのファンタジー映画チキチキバンバンにこのデザートが登場する。悪役のチャイルドキャッチャーが地下室から子供たちを誘い出そうとして、 ただでトリイクルタルトなどのお菓子をやると叫ぶところがある。ハリーポッターシリーズにおける、ハリーの好物はトリイクルタルトで、ホグワーツ魔法魔術学校の宴会ではよく出てくる。ありがとうございます。